さあではパート3に入っていきたいと思います。再生回数3014回、高評価10人分ですね。ありがとうございました。竹直さんですね、コメントありがとうございました。自分返事してないみたいなんでここで返させていただきます。はじめまして、私も初見です。ドラクエシリーズはほとんど攻略しましたが、唯一セブンだけやってなかったので非常に楽しみです。実は見て逃げようと思っていたのですが、やっぱりコメしていきます。とってもいい声ですね。今からジャママラソンしようと思います。これからもよろしくお願いします、とのことです。はい、ありがとうございました。はじめまして、ダルと申します。よろしくお願いします。セブンを唯一やってなかったんですね。じゃあ、まあ自分の拙い動画ですがね、楽しんでいただけたらなと思います。全話マラソン厳しい。本当にありがとうございます。コメントありがとうございました。ヨーヨーリョウさん、はい、コメントありがとうございました。 RDD さん、コメントありがとうございました。アベルさん、コメントありがとうございました。これ自分のあれだ、動画内の発言拾ってくださってますね。パート3でなんですけど、城内で探索してた時ですね、宝の匂いじゃーって自分が言ったやつを顔文字でメモしてくださってますね。ありがとうございます。はい、冒険推薦さん、もう多分 YouTube で一番コメント残してる方なんじゃないですかね。日本人 YouTube 実況者の中でね、実況者さんなのにコメントをね、いろんなところで残してくださるね。本当にすごい方ですね。偉人です。本当にギネスに乗ると思いますね、ぐらいのコメントを残す方ですね。本当にありがとうございました。岩手さん、コメントありがとうございました。翔さん、コメントありがとうございました。あ、猫玉さん、コメントありがとうございました。クロストストさん、コメントありがとうございました。パート3は以上か。1,2,3 と上げては、キングダムハーツが上がってるぞ。熱いな。じゃあパート4入っていきましょう。004ですね。再生回数が2443回、高評価9人分ですね。一応スマホから入ってみてるんで若干ズレはあるかもしれませんけど、竹直さんですね、はい、ゼママラソンパート4から3から始まってパート4ですね。はい、返事してなかったみたいなんで、こちらで返事させていただきます。定番の当て馬かっこスライム2匹あるいは3匹がなかなか来ないですね。あれもうこっから戦闘始まってたのかな、そういうことですよね。うん、そっか、出てなかったか。もうちょっと2ヶ月3ヶ月前のことだとちょっと覚えてないもんですね。忘れちゃってますね。まあ、出てこなかったんでしょうね。あ、パート7とか8ぐらいから確か戦闘シーンがあったような気がしたけど、気のせいだったかな。とにかくですね、コメントありがとうございました。次行きましょう。お、ニーネピン、コメントありがとうございます。実況者さんですね。マリカとかポケモンとか実況されてる方ですね。久しぶりにコメントです。自分はやったことありますけど忘れているので、続きがワクワクします。本当にあの湖綺麗ですね。そして水の中にいるチョコボは痛い俺がチョコボって言ったんですよね、水の精霊のことをね。そう、今思えば水の精霊ってわかるけど、当時はねチョコボだと自分は言い張ってしまったんですよねコメントありがとうございました。ヨーヨーリョウさん、コメントありがとうございました。TR001R さんですね、コメントありがとうございました。セラさん、コメントありがとうございました。 RDD さん、コメントありがとうございました。アベルさん、コメントありがとうございました。以上ですね、パート4。次5入っていきましょうか。5は今はまだ4分半、 OK ですね。2850回の高評価10ですね。ありがとうございます。あ、竹直さん、また返事ができてませんね、すいません。最近コメントいただいたやつはちょっと返事まだしてないみたいですね、申し訳ない。竹直さん、マリベルの性格やだなそうですね、マリベルは確かにちょっときつい性格ではありますよね。ちょっと BGM 変えましょうか。よっ、ずっと一緒だとね。
冒険をするスロット1。じゃあ封印してたこっちの方見てみますか。過去自分が昔やった方のセーブデータですね。まあ一度お見せしたかもしれない。この時はメルヴィン選んでたんですね、俺ね。ベホイミテーラー、ホイミスライムやってんのか。おーおーおお、すげえ。自分でちょっとびっくりしてますね。こんなに職業やったんか。間違いなく下級職は全部終わらせてるはずですよね。そうですよね。あ、腐ったしたりとかあんじゃん。ちゃんと調べれば、なんか、そう、花川セミとか腐ったしたりとか終わってるから、踊る宝石にしたりとか、モンスター上級職ですよね。プラチナキングの心はメルヴィンに使ったんだ。ローズバトラーにして、マダンテを覚えさせることも可能だったんですよね。ゴスペルリングとか取ってんじゃないですか。あ、破壊の卓球持ってるぞ。炎のブーメランやっぱつけてんだな。さすが。やべ、スマホの方動いてた。じゃあちょっとこのダーマ神殿のまんまやりましょうか。みんなの隠してと。よし。パート5の返事でしたよね。マリベの性格ですね。うん、ちょっときついところありますよね。美人さんではありますが、ヨーヨーリョさん、コメントありがとうございました。冒険水星さん、 RDD さん、ゼロサキ、林木さん、アベルさん、コメントありがとうございました。パート5は以上か。パート6入ってきましょう。コメントをちょいちょいこう見ながらねやってますけど、なんかあこれと思ったやつは返事させていただきますね。2276回、高評価5回ですね。ありがとうございます。コメントコメント。ヨーヨーリョーさん、それから国明さんかな、国明さん、タイガさん、冒険水星さん。タイガさんは実況者さんですよね。最近実況を始めた方ですね。RDD さん、リュウさん、アベルさん、あ、国明さん2つコメントいただいてますね。コメントありがとうございました。うん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 、そうでしたね。謎解きがメインの回っていうかゲームでしたね。最初の方は特にでしたね。ではパート7ですね。再生回数2286の高評価9ですね。ありがとうございます。あ、やばい、全然俺返事してねえじゃんか。1週間前だからな。そうですね、返事してないですねまだね。ミサトランクスさんかな。ミサさんだと思うな。そしたらこの遺跡に行ってみたいですとのこと。そうですね、行ってみたいですね。ちょっとでも怖いかな、入ってみたら。なんか吊り橋とかもあったし、でっかい石像とかも立ってましたしね。そう考えると少し怖いかもしれませんけど、確かに行ってみたいですね。なんか冒険心をくすぐられますよね。はい、コメントありがとうございました。竹直さん、セブンの謎解きってひらめかないときついですよね。きついですね、確かに。あれが一番苦労したんじゃない。いろんな剣とか盾とか兜とかを入手した後、石像に設置しなきゃいけないんですよね。それの位置が分からなかったんですよ。適当にやってたんですけどね。でも本当はもうちょっとちゃんと探索すれば、石碑に置く順番が書いてあったっていうオチですよね。ありましたね、そんなのもね。コメントありがとうございました。HGF さんですね。あ、自分の実況のこの動画がどうやら役に立ったみたいですね。いや本当に、その自分の動画で自分の動画で役に立ってたんだったら本望です。ありがとうございました。ヨーヨーリョさん、HIIATSHONKA
KIG さんですね。これは羅列なのかな、わかんないや。コメントありがとうございました。長い長いな。あ、やばい、読み込んでくれてね。ちょっと待ってくださいね、もう一回読み込みます。さすがスマホ。あれ、あ、エラーエラーしちゃった。じゃあこのと一旦ここでカットして、途中もう一回やり直したいと思います。はい、ではですね、パート7の方の続きからやっていきたいと思います。サトルさん、ゼロ先林樹さん、冒険水星さん、 RDD さん、マサオ、マサ、マサさん、アベルさん、ご視聴ありがとうございました。コメントありがとうございました。さてさてさて、ではですね、あ、グリードアイランドの実況まだやってる時期か、ここは。パート8、パート8ですね。ちょっと待ってくださいね。ここら辺から戦闘が始まってると思うんですよね。あれれ、出たエラー。ちょっと待ってくださいね、もう一回読み込みます。 OK、パート8、再生回数が約3000回ですね。2996回、高評価8人、低評価1人ですね。竹直さん、フラグっていつの間にか立ってますよね。そうなんですよね、立ってんですよね。しかも自分の場合は異常な確率で 87% の確率でね、そのフラグを回収しちゃうんですよねコメントありがとうございました。はい、ヨーヨーリョーさん、アベルさん、RDD さん、コメントありがとうございました。石板、そうですね、石板集めるのは大変でしたよね。あの、印象に残ってるコメントの中でね、この台座 がちょうどアップになってる時間帯を指定してくれて、この台座の左上の石板はどこにあるんですかっていうね、コメントをいただいたんです。それがすごい印象的で、さすがに自分も分かんなくて、売れないババのとこに行って探してくださいっていう風にコメント返したんですけどね。本当に石板集めゲーですね、ドラクエ7はね。セブン、石板ゲー、視点ゲーでしたよね、ドラクエ7はね。はいリーサグラン、ブラザーシコンプレックスでしたね。そうですね、リーサ姫。さあ、じゃあ次のパートに入ってまいりましょうか。もうそろそろですね、ウッドパルナの方にアルスたちも進んでいるはずなんですけど、